はい、どうも皆さんこんにちは、黒政です。前回動画とっても反響あって嬉しいです。もう1200回ぐらい再生されて、登録者数も150人ぐらいいってるのでとっても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。というわけで今回は推薦入試、まあ急なんですけど、急でごめんなさい。推薦入試について話したいなって思って、まあ僕一応全国の推薦合格者を守ろうの会代表を務めさせてもらってるんですけれども、今日ですね、その推薦入試について語ろうと思います。まずね、なんでこのような動画を撮ろうと思ったかっていうと、なんか推薦入試ってめっちゃ逃げみたいな意見ってたまに聞きません？特になんか指定校推薦とか、なんかインチキみたいな卑怯みたいな、そんな感じの意見を聞くので、まあ実際僕も推薦を使って大学に行ったわけなんですけれども、いや逃げじゃねえよっていうのをまあ伝えていこうと思います。よろしくお願いします。そしてね、この動画を見ている、今から推薦しようかなって迷っている人がいたら、ぜひ推薦全然使っていいと思うので、全然逃げじゃないと思うので、ぜひ使っていきましょう。推薦入試なんてもんはな、ナンパと一緒だ。面接官に気に入ってもらうのは女の子を落とすことと同じだから、推薦入試はナンパと一緒なんだ。ちなみに黒板に書いてある内容は全く関係ないぞ。いつやるか、明日やろ。今日は3つの視点から語っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず1つ目は、この推薦入試に対して文句を言う人、いや全然逃げじゃないよっていう反論したいと思います。で、2つ目に、推薦で合格した人、まあ推薦で合格したからといって僕はなんて言うんだろう、もう勝ち組みたいな、もう何もやらなくていいよ入学までみたいな感じじゃないんで、そこについても語ろうと思います。それで3つ目は、推薦入試まあ挑戦したけど落ちちゃった人、その人に対してエールも送りたいと思います。ということで動画にレッツゴー。まず1つ目ですね、文句言う人に対してね、まあ例えばこういうのがあると思います。一般受験組はセンターも二次も受けてるんだから、推薦組と努力の量が違うんだよ、だから推薦組はインチキなんだよって言う人、全員がそうっていうわけではないんですけど、たまにいますよね。あ、ていうか僕もう全然そういう人と争うの好きじゃないんで、まあこういう話してるときはもう大体あはははあははそうですね、確かに、うんうんうんとか言って聞くんですけど、まあ内心はこんな感じですよね。推薦で逃げじゃんって言う人じゃないですか、そういう人に対しては。ねえ、お前誰だよっていう感じで話聞いてます。そもそもですよ、努力の量とかってどうやって比べられるんですかって思いません？確かに一般受験組はなんか受験期にめちゃめちゃきつい勉強するじゃないですか、夜中までめっちゃ起きてとか、そういうのもめっちゃきついのは分かってます。僕は全然一般受験組に敵対したいわけじゃないんですよね、全然、うん、応援もしてますもちろん。まあ確かに一般受験組は受験期にめっちゃきつい思いすると思うんですけど、まあ、推薦組ってやっぱ推薦されるだけ3年間、高校3年間ずっとなんか 100% とは言わないにせよ8割ぐらいをずっとキープしてるわけじゃないですか。だからまあ見た目のきつさは一般受験組の方がきついのかなって思うんですけど、やっぱ努力の量、総量の差としては別に推薦組がそんな楽っていうことはないんじゃないのかなって思います。まあ仮にですよ、神様がなんか努力の量をめちゃめちゃ綺麗に数値化して全国の全受験生の統計を取って、明らかに努力の量が一般受験組の方が推薦組よりもズバ抜けて高いとか言うなら、まあ謝ります、ごめんなさい。だけどあなたにそれができますか？めっちゃ煽るやんけ。まあ確かに、まあ、僕も認めるところがあるのは、まあ受験期にめっちゃ勉強するってもうめっちゃ極端じゃないですか、極端にめっちゃガッてやるじゃないですか。だからやっぱり一般受験組がめっちゃきついみたいな感じのイメージ持たれるのはあると思うんですけど、そのガッてめっちゃきついのと何割かのストレスをずっと感じながら3年間過ごすっていうのがあって、まあ確かにですよ、一般受験組の方が一時に感じるストレスの大きさはでかいかもしれないです。それはもう認めます。でもですよ、そんなにじゃあめっちゃきつい一般受験組の方がきつい、推薦組は楽だって言うなら、めっちゃこれずっと思ってたんですけど、あなたも推薦やればよくないですか？あなたも推薦を使えよって感じなんですよね。そんな文句言うぐらいなら。楽だって言うぐらいなら別にあなたも推薦やればよかったじゃないですかって思うわけですよね。僕はわざわざきついって言ってる一般をやるっていうのはどういうことなんですかね。なんか M なんですかね、わざわざきつい道を選びたい、そういう感じの M なのかな。短距離より長距離の方が好きなのかな、 M なのかな。はい、ごめんなさい。その香水のせいだよ。まあ次にですね、推薦入試を語るにあたって避けれないのが指定校推薦を軽く説明すると、各高校に与えられた大学への枠っていうのがあるじゃないですか。まあ高校内で大体それを通ればもうほぼ確実に合格、大学に合格できるっていうシステムなんですけど、まあわかります。なんか自分より全然頭良くねえって思ってた人が、なんか普通に指定校を使ってそれなりのもういい大学に行った時、あいつがみたいになるのはまあわかりますし、認めますし、そう感じるのも共感はできます。だけどね、それを文句言うのはまあ違うのかなって思います。そもそもですよ、指定校推薦に文句言ってるあなた方、まあ違う人もいると思うんですけど、そういう人たちはもうあなたが指定校で合格できるから指定校で大学に行く人を文句言ってるんですかって思うんですよね。もし違うならなんか 100m 9.58 で走れないのにボルトバカにしてるみたいな、そんな感じ。しかもですよ、指定校で受かった人をバカにしたらもうあなたが受かりやすくなるんですかっていう話ですよね。違いますよね。むしろなんならライバル一人減
れてやったみたいな感じじゃないんですか。しかもですよ、そんな妬みたくなるようないい学校に指定校で合格してるっていうことは、まあ校内でもそれなりに競争はあったと思うんですよね。それを勝ち上がった人が指定校でいい大学に行けるってことなんで、もう全然認めてあげていいんじゃないでしょうか。てかわざわざ文句言う時間があったら勉強すればって僕めっちゃ思うんですよね。はい、そもそもですよ、もうこれもうめっちゃまとえてると思うんですけども、あなたがいる高校に行きたい大学の指定校があったら使うでしょ。使わない、もしかして使わないのはちょっと頭悪くないって思いますよね。はい、はい、結論、文句言う人たちへの結論、そんなに推薦入試が楽だって文句言うならお前も使えばよかったじゃん。はい、2つ目、推薦で合格した人に対して僕また意見もあるんですけど、まあ今までね散々文句言う人に対して逆に文句を言い返しボロクソ言ってきた僕なんですけど、文句言われても仕方ない推薦合格者もいますよね。それはもう認めます。はい、います。例えばですよ、なんか推薦で合格したらもうやった、もう俺の受験は終わりだみたいな感じで、次の日からなんか廊下でいきなり騒ぎ出すやつ、合格した瞬間周りの気持ち考えられなくなる病にかかっちゃうみたいなやつ、そんなやつはねもう死ぬほど文句言われればいいと思います。もう僕もねそういう人をかばいきれる気がしません。こうやってね、なんか推薦で合格したら周りの気持ち考えられなくなる病にかかるやつのせいで、そうじゃない人たちもなんか印象悪く持たれますよね。あ、推薦組うざみたいな、そんな感じで持たれるんで、やっぱいきなりパリピになってみんなに迷惑かけるのはやめましょう。はい、そういう病気にかかるのはやめましょう。しかもですよ、なんか推薦で合格した瞬間俺の受験は終わり、勉強やめるみたいなので結構リスキーだと思いません？だって仮にそれがめっちゃいい大学だとしたら、なんか合格した後も絶対ついていけないじゃないですか、勉強全くしてなくてね。なんかそしてそれなんか、こいつ頭悪とか大学の中で思われてる時に、あやっぱ推薦かみたいな感じで思われたら超悲しくないですか？なんかもうめっちゃ、あ俺頭悪いんだって気づかされるみたいな。舐められないようにしてこ、推薦入試で合格したらもう勉強なんてもう全くやる気ない、やりたくないっていうやつ。あー周り見てみろよ、一般受験組死ぬ気でやってんだろ。はい、三つ目ですね。つ目は推薦で落ちた人に対して僕がもう励ましの得るっていう感じの動画なんですけど、落ちたからってもう、まあもちろん悲しいですよ、悲しいですけども、落ち込みすぎる必要はないと思います。めっちゃもう落ちたらもうポジティブに捉えるしかないじゃないですか。もう超ポジティブに捉えて、本当に自分はその大学に行きたいのかなって考える、まあチャンスじゃないのかなって僕は思います。まあ推薦で落ちた大学が一般受けてでも合格してやろうって思うような大学なら絶対に行った方がいいと思うし、あもう推薦落ちたからいいやって思うぐらいの大学なら変えてもいいんじゃないのかなって思います。でも本当にです、そこでまた一般受験に切り替えてでもそこの大学に行こうっていう人を僕はめちゃめちゃ応援してるし、すごいと思います。なんでかって言ったら、まあ、やっぱり一般受験の方が一時に感じるストレスの大きさとかきつさとか勉強の量っていうのはもう全然きついと思うんで、それで合格したらですよ、もう全く文句言われない最高の大学ライフが待っているんじゃないかなと僕は思いますし、誰も実際文句言えないですよね。ということで仮に落ちたとしても諦めずにめっちゃ頑張ってほしいと思います。はい、ということで今日のまとめですね。まとめズバリこれです。もうマウント取ってくるやつを相手にする必要はない、ないっていうことですね。だって推薦使ってないやつに推薦の文句言われても、いやお前俺のきつさ分からんやろみたいな、まあ逆に推薦組の一般組のきつさをもう本当に知るなんていうことはできないと思うんですけど、だって推薦ってそもそもですよ、なんかもうあなたは別に一般受験しなくても合格させられるだけの魅力があるので大学側が引き受けますっていう制度だと思うんで、もう全然胸張っていきましょう。うん、大学入れば勝ちじゃないですか。だって学びたいこと学べるんだから入ればね、結局。だからもう受験方法なんてどうでもいいんですよ、もう入れば勝ちなんですっていうことで、手段を選ばずにやっぱ大学に合格するっていうのが一番大事なんじゃないかなって思います。まあ結論でね、言いたいことはね、お互いの辛さなんて分かるはずがないんだから、もうみんな仲良くやってこうって感じなんですよね。みんな大学に上がったら友達じゃないですか。だからね、もうなんか推薦入試がどうだ、もう受験方法がどうだで文句言うのはもう本当なんか悲しいと思いますね。はい、なんか悲しいよね。とは言ってもね、推薦組もだから受かったとしても、もう周りの人の気持ちめっちゃ考えてね、ちゃんとおとなしく受験、一般受験組を応援できるような人に会ってほしいなって僕はとても思います。はい、はい、ということで今回の動画は以上です。もしこの動画がねちょっとでも、ああ確かに共感できるって思うのがあったりしたら、高評価と良ければチャンネル登録もお願いします。それと、Twitter と Instagram もやってるのでぜひフォローお願いします。あと最近 TikTok も始めたのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。めっちゃちゃんとした YouTuber や。